皆さんこんにちは。本日はゆっくりな動作、スローなスイングで飛距離をアップする方法について説明しています。で、動作を速くするスピードというよりは形、そしてゴルフクラブにある角度をしっかりと使ってエネルギー効率を高めて当てるというところをお話ししています。で、今回は体を平行に回す、そして前傾姿勢をしっかりとるというところで、しっかりそれをゆっくりと下半身でしっかりこのように腰の向きまでしっかりと右を向いて、でそこからそのまま左を向いて、このようにゆっくりまずはボールを打ってみましょう。で、同じように距離が構えた時の距離がありますので、その距離を全く変えずに体が右を向いてそのまま左を向いてというような当て方の訓練をしましょう。もうかなり体は右を後ろを向く感じを出してもらって構いませんので、このようにそのまま右をしっかりと向いたところから左にしっかりと向いたところまで打っていただくという訓練をまずしてください。注意点としては上半身をねじるとこのようにフェイスが開いてしまいますので、下をねじっていくことでクラブがボールの方向を向いているような状態を作れますので、上半身をねじるのではなくてしっかりと足元をねじってもらって、このようにバックスイングができるようにベース足元でしっかりと動きを作っていけるように練習していただくことで、まず土台である下半身の角度をしっかりと使えることができますので、しっかりと足を右左と動かせるように訓練していただければと思います。ゆっくりで大丈夫です。で、今回は体を下半身でしっかりと回して、それのみでこのようにボールに当てていただくというのを前回行っていただきました。で、下半身で向くことが、下半身でしっかりと打っていくことがゴルフでは大事です。上半身をねじって打っているのはフェースの開き、上半身の遅れっていうところにつながっていきますので、土台の下半身が動くことで上体も動いているという状況を作ってスイングすることが大切です。で、今回この腰の振り幅、いわゆるビジネスゾーンといわれるこの場所でまだ体を回しただけではこのようにうまくボールに当たらないという人はいると思います。で、そのような場合はどうするかというと、まず一つ目、この無意識で人間というのはクラブが上がっていると勘違いしてしまいますが、これは体がこのように回って前傾姿勢があるので、回っていればその場に大体来るということが本能的に理解できていませんので、回っていればそのままインパクトのあたりに来るということが事実です。ですがどうしても上下上下というように手でこのようにボールに対してヘッドを落っことしてしまう動作が無意識で入ってしまいます。ですので体をしっかり後ろに向いた状態のところから、まずこのヘッドを縦に落とすという意識を消して、ボールの上を空振りしていくようなつもりでスイングしていきましょう。ボールの上を空振りするつもりでも、さっきの話でいけば手で上げていなければ手で落とすこともありませんので、前傾姿勢とともにクラブというのはこのように元の高さに戻っていきます。ですので手首を落とさない意識を持って、まずこの腰の回転をして打っていきましょう。そうすることで今のようにきれいにボールだけを拾う当たりになりますので、そのような形で腰までしっかりと後ろを下半身で向いて、手首の角度を変えずこの下に落っことさない動作をしたまま反対に向いていくような動作を訓練していただいて、まずはこの手首の角度、体の角度と一緒に動いていくという意識を持ってボールに届かせるというのを減らして、落とす動作をまず減らしてみてください。で、今回はハーフスイングのあたり、ビジネスゾーンのあたりをしっかりと下半身を使って回転をしていくことで、ゴルフクラブの角度のズレが起きにくいということで下半身を使う、その中で下半身を使っていても無意識で上下の問題がどうしてもクラブを
このように落として使うというような意識が無意識で反応してしまいますので、前回の動画ではヘッドを落とさないというところに着目しました。で、今回はその同じ動きなのですが、今度はこのボールというのは自分の体から離れたところにあります。かなり、まあ、1メートル前ぐらいのところにあるので、このように後ろを向いたとき、ゴルフクラブは体が自分が動いてクラブと一緒に動いた場合、その場合ただ戻れば戻るはずなんですが、どうしても自分と離れた場所にあるので、ここからヘッド、クラブヘッドを戻そうという動きが少なからず入ってしまいます。ですので体を回してそのままダウンスイングでヘッドを落とさないように、手首の角度を維持したまま落とさずに上を通すつもりというような形でスイングしていくと、前傾姿勢があるためこう綺麗にボールに当たってくれるというような状況と一緒で、この前後も前に出さずに、ヘッドはずっと体のライン、シャフトは体のラインにずっと沿って動いているような形をイメージして、ここの前に出ないようなグリップエンドとシャフトとヘッドが重なっているような状態をずっと維持している気持ちで進める。ヘッドがこのように前にボールの方に向かっていく動作ではなくて、そのままずっとヘッドの前への手首の動きをせずに体を回していく、そういう意識を持ってやっていただくと、ビジネスゾーン、いわゆる腰下の動きが手で合わせない動きができるようになってきますので、このようにボールだけがしっかりと当たる感じになってきます。で、今のようにトップしてしまっても構いませんので、これは届かせてなくてよしということで、最初は今のようにゴロが出てしまっても構いませんので、逆に言えば届かせてなくてよしなので、逆にこのようにそのまま手首を動かさないで、今のようにどちらかというとダフってしまうことよりもクラブが上を通過してしまう方がいいとして、このようにスイングしていただくことでうまく打撃できるようになりますので、その辺を注意してみてください。ヘッドは落とさずに前にも出さないという手首の動きで体だけが回っていくというような意識でやっていただければと思います。で、今回はビジネスゾーンのあたりで腰を回して振っていくときに、無意識で上下の関係がボールとあるので、どうしても落としてしまう、このように手を落としてしまう、ヘッドを落としてしまう、そしてボールが体から離れていることによってこの部分に戻してしまう、ヘッドを迎えに行ってしまうという動作をせずに、落とさない、迎えに行かないということを注意して体をターンしていきましょうというお話をいたしました。ですので、それの続きとして、ヘッドは重量があって重い状態ですので、このように回ってその後一緒に戻していこうとして、このように真正面にクラブヘッドを置いて戻そうとすると、必ずどうしても体の回転を少し待った状態にしてヘッドを追いつかせなければならないという状況ができてしまいます。ですのでクラブヘッドというのはもともと重いので、このクラブヘッドはもうそのまま取り残して手だけ一緒に体と行くようなイメージを持って、ビジネスゾーンを打てるように練習していきましょう。ですので、このように一緒にクラブヘッドが戻りながら体の正面を維持しているというよりは、この手の位置だけが一緒に進んでいきながら落とさない、迎えに行かないということは、このクラブヘッドがずっとその場に残っているような形で、ヘッドはずっと遅れたような状態でこのようにスイングをしていくことが大事です。このように一緒に戻ってきて打つのではなくて、ヘッドは残った状態のまま回転をしていくような形でスイングすると、このようにしっかりと手は正面にあるままスイングをすることができますので、引き続き落とさない、迎えに行かないということは、このクラブヘッドは重い分残したまんま使っていくということを意識して練習していただければ、しっかりと角度キープができてロフトが立ちやすい状況が出来上がりますので、ぜひ練習していただければと思います。この度日本文芸社さんから体に優しい打ち方販売されました。フェイスターンをしないスイングの基本をカラーページに収録しています。宮城先生の書いていただいたコミックの方も楽しく分かりやすく読みやすいです。ぜひチェックしてみてください。